メスマウスの症状と思われる、メスマウス、メスマウス、メサンフェターミンマウスの略とは、メダンフェタミン乱用者に見られる、重度の輸食の非公式な故障である。アメリカ歯科医師会によれば、メスマウスは、メダンフェタミンの薬理作用による、高校乾燥がもたらす、生理学的変化、長期間にわたる高校内の不衛生、高カロリー食物、炭酸飲料の頻繁な摂取、葉の食い縛りによる、 摩耗の組み合わせによって起こるとされている。メスマウスは、製造過程での汚染物質による、酸色、腐食により生ずるものではなく、医薬品のメタンフェタミンを常用する人々にも、同じように見られる。このため最も有力とされる原因は次の要素である。メスマウスは単純な口腔内不衛生と区別する、ことは難しい。このため、歯科医師が見分けるためには、 若者の原因不明かつ急激な衰弱と、食欲抑制作用による乱用者の栄養失調の様子を見つけることが必要となる。メスマウスという名前だが、メダンフェタミンに関連した、アンフェタミン、デキストロアンフェタミン、コカイン等、他の多くの同じ作用をする覚醒剤でも急激な、ウシを進行させる可能性がある。メサンフェターミンユーズ。アメリカンデンタルアソシエーション。 2008年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年12月16日閲覧。ジャック・シェファー、ザ・メス、マウス・ミス。クリミナル・ジャスティス・ポリシー・ファンデーション。2011年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年9月28日閲覧。シダンスキー、マット、ユーザーズ・シー・エフェクツ・オブ・アイム・エス・マウス。 ローレンスジャーナルワールド http コロンスラッシュスラッシュ w w w 2 l j w r l d c o m スラッシュニューススラッシュ2005スラッシュフェブラリースラッシュ06スラッシュユーザーズ CFX2006 年12月16日閲覧ありがとうございます